細心、大胆であれ。情勢をよく見極め、検討する。ここまでは、極めて細心である。いけるとなれば、大胆に打って出る。多少のリスクには目をつぶれ。失敗もまた、事業計画の確立の中に常に含まれている。事業はすべて、進むより退く方が難しい。しかし、撤退の時を一したら、あとは泥沼でもがくしかない。開発のリーダーに絶対必要なのは、安易に妥協しない頑固さである。転んでもただでは起きるな。そこら辺の土でも掴んでこい。失敗も含め、すべての経験がその人にとって貴重な潜在力なのである。そのことを土台としていつでも出発することができる。人間は仕事を通じて社会のため、会社のため、何か足跡が残るような仕事をしなければならない。考えたことは行動に移さなければ成就することはできない。その気になれば一日で一ヶ月分の仕事ができる。企業はチャレンジしないと同じとこに止まってしまう。人間も同じである。時代が変われば、技術は進歩する。新しい素材も出てくる。すでに非常識は常識化しているのだ。古い常識にとらわれていては、そうした時代の変化を読むことはできない。企業は一面、冒険を伴う。創造と冒険は、同じ精神の所産である。あえて冒険を試み、それを解決していくところに、事業の発展がある。事業でも、学問でも、同じだと思うが、自分が打ち込んでいる世界で成功したいと思うなら、時代を読む必要がある。最も大切なのは、経験を積み重ねて得られる、知恵で分析し、観察することだと思う。どこにでも、時代を読むヒントが転がっている。ただ、読もうと努力するか、どうかの違いである。より深く読めば、より先の時代を感じることができるだろう。経営者にとって役に立つのは耳障りな直言である。骨のある人物の苦言に耳を貸さない経営者は必ず会社に危機を招く。なぜ真実を見ようとせず甘えるのか。人は太平に慣れてできるだけ嫌なこと、難しいことから逃げようとする。これでは危機に際して本当に役立つ人間は育ってこない。私は創業社長だ。オーナー的な地位にあり、独裁者ではないが、ワンマンである。すべて自分で決断し、全責任を取る。
大切なのは、いつも時間との戦いである。時間だけは、すべての人に平等に与えられているが、取り返しがつかない。中途半端なことは、言ってはならないし、また、してはならない。自分で自信が持てないことに、誰が耳を傾け、協力してくれるだろうか。一生懸命やった失敗は、まだ救われる。しかし、無責任な失敗は、絶対に許されない。至極人間の心には愛の無知がなければならない。鉄は熱いうちに叩け、ゴムは弾力を失わせてはならない。枯れ木は調教に耐えられず折れるだけである。教育とは相手を知るところから始まる。時は命なり、刻一刻と刻む時間は確かに大切であるが、命が刻まれているのだと思っている人は少ない。そこまでの切迫感を持って私は生きたい。周りの人にもそうしてほしい。人は自らの精神を改造することができる。それができないのは極限の状態に立ったことがないからだ。逆境に立って全ての欲とこだわりを捨て去ったとき、思わざる力が発揮できる。思えば人間とは欲望や虚栄やら、なんと無駄なものを数多く身にまとっているものであろうか。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。